ダストチャンネル。ダストです。本日紹介するのはこれだ。スプラトゥーン2チョコエグナ、イエーイ。こちらはスプラトゥーン2のフィギュアが15種類プラスシークレット1種類の全16種類が入っているチョコエッグになります。今回僕はワンボックス分買ってきました。ワンボックスは10個なんですけれども、そのままワンボックス取ってしまうと結構被るみたいだったので、お店に5ボックスぐらいあったんですよ。でそこからこう全部抜いてってランダムに10個揃えてきました。これでどんなアソートになるか僕の運が試されます。ではまず箱から見ていきましょう。箱の正面はこんな感じです。横側、ここにどんなものが入ってるか載ってます。後ろ側、反対側の横側、今回はこの応募券があれば A 賞 B 賞に応募できるみたいですね。箱の上側、下側、ではいよいよ中開けていきましょう。じゃあこれから開けてみよう。中はどんな風になってるかな。あ、かわいい、ピンクの包みに入ったチョコエッグが入ってますね。中開けると、うん、チョコエッグが出てきます。じゃあ中開けてみます。おお、こんな感じ、紫のカプセルが入ってます。んー、じゃあどうしようかな、一回全部カプセル出しちゃいましょう。そういえばチョコ食べてなかったな、ちょっと食べてみます。うん、うまい。ちょっとチョコがタッパに入らなくなってきたぞ。よし、全10個開けました。もうチョコの量がすごい。あー、10個ずらーっと並べてみました。じゃあいよいよ開けていきます。これから開けていきましょう。じゃあいきます。まず1個目。お、なんだこれは。1つ目はこれ、ボーイネオンピンク。一周するとこんな感じ。じゃあ2個目。ちなみに僕はテンタクルズの姫とイーダが欲しいんですよ。もうね、その2つが出れば何もいらない。さあ2個目、なんだろう。じゃん、あ、イカ、イカのブライトブルー。一周するとこんな感じ。じゃあ3個目。いや、かぶりはなしでお願いします。あ、なんか細かい、いっぱい、なんだろう。いくよ、じゃん。あ、人、ボーイだね多分。ごめんなさい、ガールでした。ガールのネオングリーン。一周するとこんな感じ。よしよし、かぶりないぞ。もうそろそろ来ていいんじゃないか。よいしょ。じゃあ4つ目かな。あーっとね、なんだろう、なんだろう、これ細かいような細かくないような。じゃん、ガールのネオンピンク。一周するとこんな感じ。おー、順調順調。さあそろそろね、厳しくなってくる頃、折り返しだね。5個目、そろそろね、ちょっと心臓に悪くなってくる頃だね。よいしょ、はい。ね、あ、なんだろう、ちょっと大きい。じゃん、来ました、イーダ、イエーイ。まず1個目、一周するとこんな感じ。よしよし、いいぞ。次は6個目。いやー、姫欲しいな。ここでもうね、シークレットとかね、まあ欲しいけど、それよりもね、姫が欲しい。どうだろう。あー、これね、わかるわ、もうみんなも見れば一発。じゃん、イカネオングリーンでした。一周するとこんな感じ。まあかぶりじゃないけどね、まだいいね。でもね、姫が欲しいんだよ。これ6個目かな、7個目。え、7個目じゃん、やべえ。ちょっとそろそろ頼むぜ。あ、ちょっとチラッと見えたけど、まだ僕は見てない。なんだろう、え、なんかでかい、なにこれ。じゃん、あ、座布団？あ、ジャッジ君でした。座布団に寝てるのが可愛い。
一周するとこんな感じ。おお、奇跡的にかぶり一個もないぞ。よし、8個目やべえ、心臓に悪い。そろそろ姫来ようよ。あー、どうだろう、手触りはね、でかい、でかいよ。なんだろう、いくよ、じゃん。はい、ここで初かぶり、イーダ。いや、テンタクルズ欲しいって言ったけどねえ、イーダは2個はいいや。姫、あと2個だよ、9個目。さあ、そろそろね、かぶりは出てくると思うんだけど、でかいわこれ。せーの、じゃん。あちゃ、はい、ジャッジくんでした。ラスト10個目。いやー、ちょっと頼むよ姫、もうね、頼むから姫来て。よいしょ、イカはやめてよ、出てこない、出てこないよ、パンパン。何これ、俺分かったわ。いくよ、開くと一緒に言うよ、せーの、ジャッジくん。はい、ジャッジくん3つ目。はい、10個開けてみました。結果はこんな感じですね。まあそんなに多くかぶりは出なかったですね。今回かぶりが出たのはイーダが2個とジャッジくんが3つ。結構ね、ジャッジくん人気あるんで、これは良かったかなと思うんですけど、まあね、僕の目的はテンタクルズだったので。姫がね、出なかった、ショック。でもね、200円のチョコエッグにしてはすごくね、クオリティが高い。あの、さっきアップで見てもらってたと思うんですけどね、すごい細かいんですよね、作りが。まあ姫は出なかったですけど、でもすごく満足しました。これでバトルとか再現して家で飾ってみたいと思います。ということで、本日はチョコエッグスプラトゥーン2を紹介しました。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。もしこの動画面白いなと思っていただいた方は、コメント、高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。ダストでした。バイバーイ。